はい、皆さんこんにちは、マネリグルイシです。信長の野望創造戦国歴史伝、続きをやっていきましょう。今回はですね、いよいよ信長に対して反旗を翻すその瞬間をね、できればお届けしていければいいかなと思ってます。まずはご命令ください。先月の終始です。津軽家の攻略を命じられてますが、そんなことをするつもりはね、毛頭ないです。毛頭ないので、もうね、城の守りを固めに固めて信長の息の根を止めましょう。今だと堀がまだできてないのか。あんまりね、すごく優秀な武将たちが揃ってるっていうわけでは残念ながらないので、回収にね、時間がかかっているっていうところが少なからずありますね。まあ、とはいえですね、ある程度揃ってきてるところに関してはバシバシ回収して城を防御力高めていきましょう。もうこの辺りもね、自分の意を汲み取って勝手にやってくれるっていうのでね、大歓迎なんですけどね。多分ね、勝手にやらせるとそもそも城の回収とかしださない可能性があるので、それをね、これから信長に反旗を翻そうとしているところでそれをやってしまうと、もう何もない馬鹿げた話になるのでやめましょう。ここは武将がそもそもいないって、今ね、その武将がちょっといなくて困ってるんですよね。なので、信長との同盟を破棄させるために、発言力100は信長と家康の発言力を、なくさせるためにどうしてもね、100必要ですからね。発言力が行政を始めましょう。発言力100をキープした状態のまま提案で、あ、何、信長死んだの、いつの間にか信忠になってるな。完全に見逃してた。重要な局面の完全に見逃してましたね。とはいえですよ、信忠、まあ、織田家に対して反旗を翻すっていうのが一番の目的ですからね。まあ、よしとしましょう。でだ。これ以上選べないか。加増もできるけど、発言力400も必要？それは無理だな。となると、やっぱ今ある現存兵力でなんとかしていかなきゃいけないわけですね。政宗の配下の武将たちが仲間になるっていうのが確定したら、もうその瞬間反旗を翻していきましょう。いや、その前にちゃんとね、武将を配置してからですね。行商を始めましょう。先月の終始です。行商を始めましょう。先月の終始です。さ、舞台が残ってたりするところはないよね。みんな帰ろうとしてるよね。ちゃんとしてるね。よし、みんなどんどん帰ってくれ。津軽家の武将を3人取り込みましたね。あとは
伊達家の武将が入ってきてくれればもう文句なしですね。ちょっと回収状況を見ていきましょう。まだここ回収が終わらないか、結構時間かかりますね。ここも石垣がまだ完成しないね。中断中になっちゃってるんだな。なので再開させましょう。1年かかるとかも先長すぎだな本当に。石垣までガーンとやったりとかできたらいいんですけどね。まあそう簡単にはいかないですよね。やっぱりあとは石垣できてるんで天守を四層天守や連立天守にしましょう。ここも天守を三層天守にまずは上げていきましょう。ここは今いいよね。で上の方は武将がいないという状況ですね。よし、伊達の武将早く来い。よし来た。政宗配下の武将、これが相当数いるね。しかも優秀な武将揃ってるでしょ。これをきっちりと配置していきましょう。そしたら謀反の準備が整ってきましたね。そしたら早速ですけど配属していきます。でさっき見てもらったように武将の数が多いところとはいえ、この辺りは岩槻とかね川越とかに関しては信長の直轄領になってますね。なのでそれ以外のこの真岡城とかこういったところに、それこそその優秀な武将を配置していきましょう。ここには姉地からそうだな佐竹義家鳴光、いやー鬼には2色かな。3人入れればいいので3人ずつ入れていきます。織田城を入れた、真岡城を今入れましたね。なので今度府中城に人を入れていきましょう。ここに鳴光と飯坂さんを入れていきますか。ちょっと4人になっちゃうか。これはもったいないけど、まあいいか、面倒なんでこのままにしましょう。で府中に入れた、水戸に、うわ水戸は1万の軍勢抱えてましたね。今見たら1万の軍勢を引き入れるってなると、ここはねもう照宗投入しましょう。あと留守正影、優秀だね本当に。武将が伊達配下の武将は非常に優秀。こんだけ優秀な武将が揃ってるとね、それは伊達強いですよね。で水戸まで人を入れてったので、あとはこの辺りにもね人を入れていかなきゃいけないですね。ちょっとね皆さん退屈されてしまう、ただただ人を入れていくだけのシーンが続きますけども、この後ね見せ場が待ってると思いますのでお付き合いをお願いいたします。で、まあ、そうこうしてるうちに、まあいつものねくだらない
海外トークをするとですね、ちょっと今来年のゴールデンウィークの予定をそろそろ立て始めてます。で、直近の海外遠征、決まってる海外遠征が何があるかっていうと、まず、10月もすぐですね、タイの方に行ってきます。で、タイの後、行くのが、12月、ロスの方に行ってきます。で、2月に、上海。で、ゴールデンウィーク、どこ行こうかなってしてるんです。これちょっと奥さんとね、行く予定なんですけど、ゴールデンウィークはですね、今のところ、フロリダの方にね、ちょっとね、1週間ぐらいバーンと遊びに行っちゃおうかなっていうところで、計画を立ててますんで、またね、そこでマイルをがっつり貯めて、遊びの旅行の飛行機代を浮かせてやろうかなと思ってですね。なので、まあちょっとね、そのフロリダの旅行の状況というかね、計画とかに関しても、おいおいね、皆さんにお話ししていければいいかなと思ってるんですが、やっぱりね、ゴールデンウィークのフロリダまでの飛行機代、はっきり言ってね、びっくりするぐらい高かったですね。まだ調べてる段階なんですけど、2人で ANA で行くと、だいたい40万弱。で、ユナイテッドとかを使うと、まあ、32、3万になるんでね。で、他、乗り継ぎ便とかにしていくと、さらに安くはなっていくかなと思うんですけど、まあ、ただでさえ少ない休みに乗り継ぎ便を入れて時間を送って疲れていくっていうのも、どうなんだろうっていうのもあったりしてですね。今のところ多少高くても、まあ、時間は買えないっていうのも含めてですね、直行便で頑張ろうかなと思ってます。40万近くね、お金を払って。で、やっぱりね、ゴールデンウィークとはいえ、海外も若干値が上がってるんですよね。まあ、ゴールデンウィーク自体はまあ主に日本が、チケ代とかね、旅行、ホテル代とか高くなるんですけど、海外もやっぱ多少高くなってますね。まあその日本ほど急騰するってことはないんですけど、それでもやっぱり、それなりに金額が上がっていて、ホテル代もだいたい飛行機代と同じぐらいですね。1週間っていうか、まあ、7泊8日ぐらいで行こうとしてるんですけど、それくらいの、期間泊まって、で、さらに遊ぶ金も込みのチケット。まあ、ディズニーに行くんですけどね。で、すると、やっぱりね、びっくりするぐらいの値段になってましたね。さあ、これで配属が一通り終わったかな？ちょっと一旦送ってみましょう。なんで、夫婦で、まあ、ゴールデンウィークだけで100万近く旅行代に使ってる、ね。ご命令ください。先月の収支です。まだ自分子供がいないので、そういうね、贅沢な遊び方もできるし、奥さんもフルタイムで働いてるので、まあそういったことができるんだよっていうのはあるんですけどね。それにしたって高いですよね。さあ、武将は3人ずつどこも入ってるかっていうのを確認していきましょう。3人ずつ入ってれば問題ないですからね。お、小高城に入ってないね、人がまだ。小高城に人を入れていきましょう、じゃあ。で、あとは全部入ったかな。あとはもう敵となった時に厄介なね、優秀な武将もこちらで引き取っておきましょう。表情を始めましょう。あとはどれだけの武将がついてきてくれるかっていうところもありますからね。絶対についてきてほしい武将に関しては、もうこういうのをバシバシ与えていきましょう。
なので、もうこの辺りから取引で家宝をお申し付けよ。どんどん買っていきましょうか。本当にね、その武将がどれだけついてきてくれるのかっていうのはわからないですからね。お、リフ城に人が入ってないかな、まだ。リフ城に入ってないのと、この石川城にも人が入ってないね。じゃあ、この辺りに人を入れていきますか。水戸城入って、この岐阜城を、岐阜城は貸し与えられただけか。そうですね。でも、岐阜城は人が足りてないのは事実なので、人を送っていきましょう。で、ここからですね、まずは提案で、人材。100残したいので、100残した上でってなると、どうだろう。最上義満をもらいますか？いや、76しかなくなるのか。最上義満めっちゃ金かかるな、こいつ。190には無理だな。268、だから168までですね。168ってなると、浮田秀家クラスか。まあ、じゃあ浮田秀家をもらいましょうよ。んで、その上で、謀反を起こしていきましょう、いよいよ。あと非常に重要なことですが、先月の終始です。天風がもう効かない感じになってるんですよね。これ以上選べませんって今画面の上に出ていて、どうにもならないので、これは実行していませんがよろしいですか。で、よろしいです。で、この根知城にいる部隊をどうしても7000とはいえもったいないので、これをちょっと江戸あたりに下らせます。いやー、織田家に反旗を翻すというのがいよいよ来ましたね。信長がもうさすがに死んでしまっているっていうのはありますけど、それでも織田軍団、重要、強いし、嫡男信忠は非常に優秀な武将だったって言われてますからね。信長ほど破天荒な一面はないものの、まあ、その、なんていうのかな、でかくなった織田家を、こう、支えていくのは、むしろ、うってつけだったんじゃないかとね、言われるぐらいの武将でしたからね。ここで提案で、破棄。徳川と破棄させて、かつ自らは独立を選ぶと。なんか一人武将が残ってるな。どこに武将が残ってるんだ。フシちゃんが残ってるんだね。これ騎乗させましょう。でだ、これ家康軍と信長軍が今まさに激突してますね。じゃあここで独立していきましょう。独立結果が家臣75人で、根知城を含め24城がついてくる。よし、では独立していきましょう。再び信長に対して反旗を翻しましたね。さあ、城が取り囲まれました。何、もう取り囲まれたの。早いな。早いけどどうなんだろう。明智家がですね、拠点29、兵数20万で、徳川家が拠点22、兵数28万、合わせて50万ってとこですね。で、対する信長は、兵数214万。織田家ですね、214万。厳しいね。どういう戦いになるんだろう。まずは、
守りを固めるしかないといえば固めるしかないもんね。元サクラン12万か。どうしよう。どっか攻められる城とかあるの？この元サクラとか逆に攻めやすい気もしますけどね。まずはただ家康と同盟を組むっていうのが先ですよね。でどっか城取り囲まれたって言ってたな。どこだ？ここか。出陣するしかないのかな。出陣した上で援軍を出すしかないもんね。出陣します。守らなきゃ話にならないですからね。一旦が長いね。我が領内に敵が迫っております。敵が我が領内に向かっております。敵が我が領内に向かっております。いやー、菅川城に9900。なんだなんだ、もう一気に来るね。追いつかないね、ここまで一気に攻められると。本宮、真岡、菅川、この辺りから軍勢が出てきているんだな。だったらこちらの軍勢を差し向けましょう。元宮に対して我が策、戦場を制す。で、真岡に対しても兵が出てるってことだったよね。となればこっちも真岡に対して軍勢を送りましょう。出陣します。もうね、忘れちゃった、どこから何人出てるか。敵がどんだけ出てきてるかっていうのが分かんなくなっちゃいました。ちょっと待って、もう囲まれたの？どこよ？厳しい戦いが続くね。さてと、ここは一刻も早く出陣しよう。石川城に対して5000。止まるのです。城が取り囲まれました。囲まれたって早くないか。どこだ囲まれた？ここか。元宮が囲まれたって。いやー、菅川も来てるしな。ここは出陣していきましょうか。武将がどうなんだ？ 3 人いるんだね。そしたらここは拠点情報で見ると元宮は、なるほど、三層天守になってるね。だったらここは太陽 3人に分けましょう。します。違う。4000が一つと、出るぞ。2300が一つと、出陣する。2300が3つで、我が軍力お見せしよう。交戦していきましょう。反織田家の連合が結成された。もちろんなりますよ。あー、拒否しちゃった間違えた。なんてバカなミスをしたんだ。まあ入れさせてもらいましょう。そこはこの後すぐね、詫びを入れればいいだけですからね。承知いたしました。
が我が領内に向かっております。我が領内に敵が迫っております。いや、寝てほしいよ本当に。ああ、表情に参加するべきだったな。力を合わせる。さすれば勝つ。この戦、我らが制す。で、援軍が来ているので、知る。城の守りに一体させましょう。我が領内に敵が迫っております。よし、じゃあここは一旦合戦の指揮を中断させて、敵が我が領内に向かっております。1万か、どうする。かなり苦しい戦いだな。ただ元宮が家康か、家康とは早く接触していきたいな。城が取り囲まれました。城が取り囲まれました。城が取り囲まれたと言われてもね、ちょっと待って、相手の軍勢の数9900か。これ援軍を出さないとやられるな。出陣します。うわー、きついねー。ここも相当きついな。出陣します。これは頑張ってるけどどうなるか全く読めないな。あと取り囲まれてるようなところはないでいいよね。まあちょっと北陸戦線は捨てざるを得ないかな。ただ頑張ってはいるよね。何、ここに攻めてくるのか、厳しいね。ただ逆にこのね、逆にこの辺り取れちゃうんじゃないのっていうところもありますよね。城が取り囲まれました。味方が捕獲されました。城が取り囲まれました。敵が我が領内に向かっております。敵が我が領内に向かっております。丸森城に 18,000。 我が方の城包囲されました。我が領内に敵が迫っております。お味方が捕らえられました。心中、俺に心中するの。いいけどさ、信長に侵入した方がいいぞ。どう考えても城が取り囲まれました。いやー、もう処理能力が追いつかなくなってきてるね。今どこにどんだけの兵が攻め寄せてきてるのかっていうのが全くね、想像つかない。とはいえ外交でまずは、どうしようかな。連合に入れなかったの痛いよな。家康となぜ手を組めなかったのかっていうと、もうそこ後のミスに限るよね。まあ、ちょっと待って待って、家康はそもそも敵の連合に入ってんの？
そういうことだね、今見た感じだと。敵の連合に入ってるもんね。で、味方の連合はっていうと、島津か。家康はなんだ、連合に入っちゃったのか。家康は信長側についたわけだね。本当にそれ。だって今信長と戦ってるじゃん、ここ。これは何連合よ。じゃあ工作なんて今更してもだな。信長、ちょっともう一度連合確認しましょう。連合で敵の連合に入ってる。これってまさに信長敵の連合だよね。で、これ島津が連合。徳川とぶつかっちゃったのがいけなかったのかな。ぶつかってはなかったと思うんだけどね。ただかなりまずい状況だな。いやー、家康もかなり苦しいんじゃないかな。小田原城はまだ残ってるとはいえ、非常に厳しいね。家康と信長は戦ってるでいいんだよね。お見せしよう。お味方が捕獲されました。我が方分かりました。そしたらちょっとね、一旦今どこがどういう状況かっていうのも整理も兼ねて、一旦ここで終わりにします。で、まあちょっとね、滅びの道しか見えてない感じはしますけども、なんとかね、一矢報いるために信忠討ち取れるべく頑張りたいと思いますんで、ぜひぜひ応援の方よろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。